アシュラ八部衆最後の男、秋田康人。この男の強さはまさにアシュラのごとし。達也の全身全霊を込めた攻撃が地獄見せたら、ついに迎えたトップオブファイティング。勝負の行方はバレバレの一体どうなる。アシュラの破壊を、アキタが何かを狙っている。